やあ皆さん、私は田舎町の小さな映画館、これまでたくさんの映画を上映してきた。そんな中でいくつか紹介していこう。今日紹介するのは1967年チャールズ・K・フェルドマン制作の007カジノロワイヤル。ダニエル・クレイグ主演の映画とは異なる007映画の新品中の新品だ。そもそもカジノロワイヤルとは、イアン・フレミングが1953年に発表した007ジェームズ・ボンドが登場する最初の小説だ。実は現在まで三度映像化されている。まず1本目が翌54年アメリカ CBS テレビのクライマックスというドラマシリーズで放映されたもの。したがってここでの主演のバリー・ネルソンこそが正確な意味での初代ジェームズ・ボンド。後年シャイニングでホテルの支配人を演じた人だ。2本目が今日のお題の67年版カジノロワイヤル。3本目がダニエル・クレイグが初めてジェームズ・ボンドを演じた最近では最も有名な2006年版カジノロワイヤルだ。ここで注意しておきたいのは、ショーン・コネリーの007ドクター・ノーに始まり、ダニエル・クレイグの初作に至る007シリーズはイオンプロという会社が作り続けてきたということ。そのためにイオンプロは007ものの小説の映画化権を持っているのだが、最初のカジノロワイヤルはチャールズ・K・フェルドマンという外部のプロデューサーが手に入れてしまったのだ。このフェルドマンというのは面白い人で、めぼしい原作を買い付けては脚本家に書かせ、企画全体をパッケージで映画会社に売りつける方法を始めたアイデアマンだった。自らのプロダクションを設立してからは、欲望という名の電車、7年目の浮気などの名作を制作した名プロデューサーなのだ。そしてカジノロワイヤルの映画化権を手にした当初は、巨匠ハワード・ホークス監督を起用してケイリー・グラント主演で進めていたというから、これはこれでオールド映画ファンならワクワクする話だが、ホークスが手を引いてしまい暗礁に乗り上げる。やがてイオンプロがショーン・コネリーの007で次々とヒットを飛ばしたから、フェルドマンは焦った。まずは共同制作を持ちかけるが失敗。ならばせめてショーン・コネリーだけでもと直接交渉に入るが、ギャラの面で決裂。トラブル続きで頭にきたフェルドマンは、007映画の世界をぶち壊すようなおふざけ映画を作ろうと思い始めた。その後いろいろ経緯はあるものの、最終的に監督はジョン・ヒューストン、ケン・ヒューズ、ロバート・パリッシュ、ジョゼフ・マクブラス、バル・ゲストと5人がかり。デビッド・ニーブン扮する老いたるジェームズ・ボンドが復帰して敵の目を欺くために、007ジェームズ・ボンドを名乗る者を量産するという荒唐無稽なコメディとなった。決して傑作、名作の類ではないが、開き直ったような自由さとお祭り的な雰囲気は捨てがたい。特に様々な趣向を凝らしたセットは面白く、
中世風や SF 風ばかりではなく、1920年の無声映画カリガリ博士の超個性的なセットを真似たセットまで出てくる。またタイトルデザインなどに見られる60年代後半的なサイケデリック感覚も今では新鮮。当時のビートルズなどのレコードジャケットに見られるあの感覚だ。バート・バカラックによる音楽は大傑作で、有名な挿入歌のルック・オブ・ラブ、恋の面影だけではなく、超絶センスに彩られた魅惑的なメロディーが満載。サウンドトラック版は日本では90年代に渋谷系と言われるミュージシャンたちにもてはやされ、その代表であるスカート5はテレビでのワンマンショーのエンディングにこの映画のテーマ曲を流した。キャストは原作のボンドのモデルの一人とも言われ、80日間世界一周などで人気のニーブンに加え、ピンクのヒョウのクルーズを警部役などで有名なピーター・セラーズ。当時はコメディアンとして人気上昇中だったウディ・アレン、デボラ・カー、ウィリアム・ホールデン、ジョアンナ・ペティットなどの豪華な顔ぶれ。ジャン・ポール・ベルモンドやジョージ・ラフトも特別出演。イオンプロの007シリーズのファンにも嬉しいことに、ドクター・ノーのボンドガールのウルスラ・アンドレスが重要な役を演じ、ロシアより愛を込めてでボンド暗殺作戦を考案するブラデク・シェイバルも顔を見せている。しかし、なんといっても見逃せないのは原作の敵役ル・シッフルを市民権、黒い罠、上海から来た女などの天才監督にして名優のオーソン・ウェルズが演じてること。お得意の手品を披露するのはファンなら嬉しくなるし、射殺されるシーンの奇抜さは本人のアイデアじゃないだろうか。どうやって撃たれるかは見てのお楽しみだ。このル・シッフル役は最初のテレビ番組ではなんとピーター・ローレが演じている。フリッツ・ラング監督の1931年の犯罪映画の古典 M で連続殺人犯を演じた伝説的な怪優だ。ダニエル・クレイグ版ではマッツ・ミケルセンが演じており、この人も2012年には偽りなきものでカンヌ映画祭の男優賞を得るほどの名優。007においてル・シッフルという役はブロフェルド以上に悪役の名門と言えるのかもしれない。最後に、この映画の最重要人物の一人なのにあまり語られない名前を挙げておこう。リチャード・タルマッジ。無声映画時代に活躍したアクション俳優で、人間離れした跳躍力はまさに鳥人間だった。トーキー以後は数本の主演作に出た後、監督、第2班監督、スタントマンのコーディネーターといったスタッフに回る。本作でも第2班監督にクレジットされているが、クライマックスのカジノでの大乱闘は実はタルマッジが監督しているのだ。ここは無声映画的なドタバタの楽しさが炸裂していて、
バラバラになってしまいそうな映画をなんとかお祭り的に締めくくっている。当時75歳のタルマッジこそフェルドマンにとって映画という世界を救うヒーローだったんじゃないかな。引退したはずのジェームズ・ボンドに世界の諜報機関が助けを求める本作の冒頭とも重なる話だ。さて今日のお話はこれでおしまい。次回は何を語ろうかな。それではまた会おう。